東京物語との最初の接点はジャームッシュの映画だ。競馬の第二レースで選んだ競走馬の名前は東京ストーリー。儲けた金で彼らは旅に出たのだ。両親を旅行に誘った。久しぶりの家族旅行。祖父が亡くなって15年、3人で旅行するのは初めてかもしれない。2人とも思いがけない小旅行に楽しそうにしている。東京物語で年老いた夫婦が暮らしていた土地。僕が家を離れ祖父が亡くなってから二人で過ごす時間はどんなだっただろう。劉知秋が老いた親を演じた時、彼はまだ49歳だった。いつの間にか自分も同じ年になっていた。小津の足跡を訪ねてきたが、その場所には空っぽの空間があるだけだ。そうかね、そんなものかね。そうよ、そんなものよ。人はカメラを向けられると理想の自分を残そうとする。これが本当の私ですと。人々は写真家に真実を求め、写真家はライカに真実を求める。本物の老人と偽物の老人。この夜は家族3人川の字になって寝た。朝日が当たる起きがけの両親を久しぶりに見る。二人の時間が垣間見える。たった一泊の小旅行でも一生残る記憶は作られる。両親にはどんな記憶が残されただろうか。近くでお参りをした後、用事があると言って二人は先に浜松へと帰っていった。山側の路地をさまよう。地元の猫がのんびりとした午後を楽しんでいる。古い墓地の間を消えては現れる猫に誘われるようについていく。君は僕をどこに連れて行こうとしているのか。